暑いです。今日は何やるんですか？今日今からハーフマラソンを走ろうと思います。すぐそこに橋があって、その橋を渡ると八ヶ地島っていうところに行って、でその八ヶ地島から2キロの長い橋を渡ったら氷島っていう島があって、その氷島を一周ぐるっと回ってまた来た道戻って、ちょうどここに戻ってくるとハーフマラソンになるんで、まあ、それをのんびりですけどジョギングで行きたいと思います。結構ねこれでも暑いぐらいでノースリーでもいいかなと。今日一緒に走る、はい、メンバーは愛子さんです。金松愛子選手、よろしくお願いします。そしてハーリーを受けたい。結局やっぱりおかしい。ハーリーです。あとハルちゃんも走ります。サポートもよろしくお願いします。車で追ってもらいます。そして応援は猫選手です。じゃあ行きますか。行ってきます。頑張るぞ。おお。Thank you.
ったのか。いいんだろうな、ご存だろう。
ございますね。なんか青空だと緑も綺麗なんで、途中のサトウキビ畑ゾーンも綺麗でしたよね。これで3分の1、行きのステージが終わって、氷島ステージがあって、また帰りのステージっていう、そんな3分割ですね。こっから激坂があるんですよ。愛されたい。よろしくお願いします。よっしゃーい。じゃあ第2ステージ you
登り登り登り。一般市民頑張ってます。
ます。ボケタイ選手は好調ですので、お急に来るからきついのは絶対急に来るから、してるから気持ち的にはもう続けばいいですね。笑顔で終わってるのか、どこかで屍になっているのか、泣いてるのかでは拾ってください。なってきましたね。ちょっと、ファイトファイト。日の花来ない。来ないですね。やっぱハートロックぐらいまでなんですね。まあ、やっぱあそこ目指して皆さん。見渡せるんで、あの行き通った橋がなんかポンと見下ろす感じですごくいい感じで見えるところがあるので、ちょっとそこを楽しみに、もうちょいだと思うんだよね、頑張りたいと思います。ランナーズハイにならないか。このまま行っちゃえば、なんかもうあと40分ぐらいですもんね。そうだね。なんか案外ハーフ。お。いやでもこのペースだからですね。なんだかんだジョグペースだから。確かに。気持ちいいとかって言ってられるけど、俺3分半でパクさんに引っ張られたら、泣きが入ってますね。逆に行けちゃうかもしれないよね。ああ。センチ短くなるし。確かに。はまれば。なんかそのちょっと息も上がるし、うん、ゆっくりで足も痛いなってなるとダブルで苦しいじゃないですか、うん、もう前半前半してたらもう苦しいだけだから、あ逆にもう最後までこの苦しさみたいな感じでいけるのかな。確かに余計なこと考えずに、もうね、苦しいもんだと思って引っ張っちゃえばね。気持ちいいな。もうね、これいつまでも走ってられるこれだったら気持ちよくて、まだその域には全然達してない。まだ悟りを開けてないですね。
あ、落ちちゃった、落ちちゃった。あ、落ちた。おお、あと人登ってる、上登れるんだやっぱり。綺麗な景色が。そう考えたら僕は暑さ強くないんですけど、はい、ランナーの距離すごいんですか。特にこの暑さ気にならないですよ。大丈夫だよね。うん、でも基本その暑い中レースやったら、だってこのマラソン来れる選択肢もですよね。うん、汗かきすぎて、あったみたいな、なんか疲れて感じないですね。全然ちょうどいい。うん。なんかサボって手痛いなとかいうよ。いや、わかるわ。ここから景色が楽しめる。すごい。めっちゃ開けて、あの橋やっぱ。あれもう走った。うん、
30。ちょうど40で軽快に刻んでおります。状態です。やっぱちょっとね、空気が空気が変わりますね。なんかジメッとしてる。その前後のアップを入れてるのが1万8000。そんなになるまで走ったことないってことだよ、僕は。じゃあだってちょっと、明日はバイクでロング行ってくれなかったんですけど、なんでロングは地震かなと思ったら名護市の訓練でした。あ、大事大事。でもそれ急に来ると、
れた。はい。最後来た。分かんだ。はい。よかった。はい、小選手が。来ます。ポケちゃんは一緒に練習ができることが分かりましたので、いやいや、ちょっと一回のダメージが大きい。あいこさん入った。はい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 。あとははるちゃん。あいこさん最後3分50で押してきました。素晴らしい。すごい。もうあの橋登ったら行けるかなって思ったけど、あの登りでやっぱダメかなみたいな。疲れたっすね、最後の登りの。あの橋が意外と長いし。長かった。これでゴールが1時間39分。愛子さんで40分ぐらいですかね。そう、時計流しっぱなしだからあれ。ああ1時間39分。そうですよね。はい、89。いや、いいコース、気持ちいいし、涼しかったね。涼しかったね。なんかこっちに来たら突然ね、風が止んで、そう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 、蒸し暑くなって気候が変わりました ね、 ね、うん、もわっと来たね。もわっと来て、うん、名古屋感が出てきた。名古屋感が名古屋の梅雨みたい。確かに、確かに。もやっとしてますね。初ハーフ。すごい、余裕。余裕。疲れた。普通にきつかった、後半。ちゃんとマラソン練習するから。本当よ。あっという間に行っちゃうね。すごい。まあ70分は切れんじゃないですかね。そんなにやんなくても。スイムバイクしながらどんだけランを効率よくやっていけるのか。ハーフは走り切るだけだったら走り切れたらよかった。明日のダメージがどうですか。でも明日は多分もう全然動かないし。ガチガチ。だって1週間に30キロしか走ってないから、今日1日でもう25キロ走ってるから。もっとか26キロぐらい。朝走ってるから、ね、26キロ。1週間分今日行ったから。それでも走れるっていうのはすごいですよね。すごい。走った後の方がなんか体がシャキッとして、うん、いいっすね。起きましたよね。起きました。早いね。そこ一回帰ろうか。スタップしたら仕掛けられた。3キロから行ってお2キロ限界だった。めっちゃ早かったもん。結構でもある気がする、うん、半分、うん、なんか色が綺麗。これに紅生姜を入れるとうまい。もっと色が出るわけですよ。彩り結構気にします。彩りあ、ピノキ目で食べないといけない。目でやったー、紅生姜入れる。じゃあ、うん、はい、入れない方がいいの。いただきます。これですよ。これでハーフですからね。ありがとうございました。結構たっぷり入ってて汁が。さあ、いただきます。おいしい。うんうん。ちょっと肉を。うんうん。おいしい。大丈夫だった。思い出通り。美味しかった。間違いなく。うん。これです。おいしいです。
結構塩コショウっていうか、コショウが効いてない感じが、そう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 、うん、結構しっかり味で